次は十五番中西敦信議員。日本共産党の中西敦信です。発言通告に沿って、質問をいたします。 市長並びに担当理事者の誠意ある答弁を求めます第一に就学援助についてお尋ねします子どもの貧困をなくすためには関連するあらゆる分野で制度の抜本的な拡充が求められます義務教育無償の原則にもかかわらず無償の対象は授業料や教科書代などに限られ 給食費、制服代、ドリル代、修学旅行、積み立てなど、義務教育の家計負担は決して小さくありません。義務教育の自己負担となる教科書代や通学費など、学校教育費は、文部科学省の調査でも、公立小学校で平均して年5万5197円、公立中学校では平均して、 年十三万千五百三十四円となっていることが明らかにされています。憲法二十六条や学校教育法十九条二などに基づき、保護者負担を救う命綱として就学援助制度が実施されています。長崎市の就学援助は、現在、生活保護基準額の一点二倍が認定に当たっての基準とされております。 4人世帯で所得261万2000円という基準額になりますが、経済的な理由で就学困難な世帯に援助を行うという就学援助の趣旨に照らして、極めて厳しい水準ではないでしょうか、せめて以前の生活保護基準、1.3倍以上に引き上げるべきだと思いますが、見解をお示しください。 次に、文部科学省が補助対象品目としているクラブ活動費、PTA 会費、生徒会費について、本市の就学援助でも補助対象とすべきと考えますが、答弁を求めます。さらに、本市においては、就学援助の年度最初の支給は7月になされます。そのために 新小学1年生や、新中学1年生の入学支度金の支給が遅れ、保護者が一度負担し、4ヶ月後に支給を受けるという形になっています。保護者の負担を減らすために、前倒しの支給をするべきではないでしょうか、認定時期の変更など、事務手続きや処理を融通すればできる問題だと思いますが、いかがかお答えください。 次に公会堂の運営再開についてお尋ねします本年4月から公会堂は閉鎖されていますがバレエの発表会ができない長く愛された公会堂が壊されるのは悲しいなど文化活動の拠点として公会堂の再使用を求める声が上がっています公会堂を取り壊し公会堂を後に市,長市役所新庁舎を建てることに対して 市民の合意は得られていません同時にえ公会堂に代わる誰もが使いやすい新たな文化施設の早期整備も市民の強い願いです。しかし、その立地場所について一致した意見とはなっていません。今市は県庁舎跡地活用で出されたホール機能を公会堂代替施設にと要望していますが、そのまその前に長崎市には？ 公会堂跡に視聴者を立てることまた新しい文化施設のより具体的なイメージについて市民の合意を得ることが求められていると思います新しい文化施設の場所や機能が確定するまで公会堂の暫定的な使用を認めるべきだと思いますがいかがか答弁を求めます第3に BSL4 施設の計画についてお尋ねします 長崎大学がエボラ出血熱など致死力が強く治療薬が開発されていない危険な病原体を扱う BSL4 施設を坂本キャンパスに作ろうという計画に周辺に住む市民自治会から不安や懸念反対の声が広がっていますそれは安全安心な生活が脅かされるのではないかという当然の声ですこの間 長崎大学、長崎市、長崎県による協定に基づく第1回目の三者協議が行われていますが市民の安全安心を守る立場から長崎市は坂本キャンパスに BSL4 は認められないということを率直に言うべきではありませんか協議の状況を含め見解を求めます第4に休憩者地崩壊対策事業の取り組みについてお尋ねします 先日の台風15号による本市の被害は心配されていたほどではありませんでしたが雨の季節になると帰省市街地の7割が斜面地の本市市民にとって災害が起きなければと願う毎日ではないかと感じています安全安心なまちづくりのハード事業の一つとして休憩車地方壊対策事業が取り組まれていますが 実施状況はかんしいものではありませんこれまで同僚議員の質問に対して地域の合意手続きや失勢行の場合の地元負担金など課題があるとの答弁がなされております私私はそういった問題に加えて申請に至るまでの準備の中で行政が援助をすべき事項である知見者の確定 その当該箇所の協会の確定などに時間を要しているという問題もあるのではないかと思います住民や自治会などかなど申請者からの相談があってからの申請に至るまでの進捗状況についてお尋ねします最後に若者の就労のための家賃補助についてお尋ねいたします人口減少が著しい本市にとっていかに 若者ののの雇用をを確保し流出を防いでいいでくのかは大きな課題の一つだと思います看護師や保育士介護職建築土木の分野などいわゆる専門職を見れば本市においても一定の職の需要があるものではないかと思いますがそういった専門職でも市内での就労を,就労を選択せず大都市圏など県外への 流出があっていいるのでではないでしょうか若者の地元定着には仕事の魅力向上が欠かせないと思いますが現状では都市部の企業と長崎市の企業とで選択肢の多さなど差があることは否めませんそこで地場企業の魅力向上を側面から支援するという点で 地場企業に就職する若者へ家賃を補助する考えはないかお尋ねをいたします以上本段からの質問とし答弁を受けた後自席から再質問をさせていただきます 日本共産党中西康信議員の質問にお答えしますまず二点目の公会堂の運営再開についてお答えします公会堂につきましては利用者や有識者,有識者からなる公会堂等文化施設在り方検討委員会において平成24年3月に結論 総論として老朽化した公会堂に代わる新しい文化施設を建設する必要があるとの報告が出されその後、市内部でも検討を重ねた結果建設から50年以上が経過しており建物や設備が老朽化し特に空調や舞台機構などの設備機器については製品によっては製造が中止され部品の調達も困難な状況にあり突発的な故障のリスクも抱えていること。 さらに耐震性能が不足していることから安全安心で安定的な運営の維持が難しいという結論に至り公会堂を廃止し新たな文化施設を現市庁者跡地へ整備することを念頭に考えるとの方針を新市庁者を公会堂および公会堂前公演敷地に整備する方針と合わせて平成25年1月に公表しています。その後平成26年2年月に 長崎市公会堂条例を廃止する条例を市議会へ提案し継続審査を経て平成26年6月に付帯決議を付して可決されましたこの審査の過程では公会堂の存続を求める団体の皆さんからの長崎市公会堂の使用継続に関する陳情を受けての議論も交わされました一方公会堂に代わる新たな文化施設の建設場所につきましては現視聴者跡地への整備を念頭とした方針の公表後 平成26年3月に県庁舎跡地活用検討懇和会による提言が取りまとめられ3つの主要機能候補の1つとしてホール機能が挙げられたため効率性等を総合的に勘案し県との調整を行うこととし現在も協議を続けていますなお県に対しては1000から1200席の規模で音楽や演劇に高いレベルで対応できるホールを提案していますこのように公開堂の廃止および新たな文化施設の整備につきましては 様々な経経緯をてて現在に立っていますそのような中、議員ご質問の公会堂の運営再開につきましては公会堂の閉館後はメンテナンスも実施しておらず設備機器の劣化もかなり進み突発的な故障のリスクもより高まっていると考えられる中仮に運営を再開するとした場合閉館理由となった自由を解消し安全安心で安定的な運営を行える環境を整えることが前提とならざるを得ませんので 高くの費用をかけて改修を行う必要がありさらに新視聴者を公会堂跡地に建てる方針にも変わりはないことから公会堂の運営再開は想定をしていませんなお新たな文化施設の建設までの間ご不便をおかけすることになり今は少しずつ我慢をしなければならない時期ですが芸術文化の表現の場として十分な機能を備えさらに表現活動を行う人も見る人も心ゆくまで楽しむことができる 誰にとっても使いやすく質の高い新たな文化施設を一刻も早く整備するためにその建設場所の方針決定に努めてまいります次に3点目の BSL4 施設の設置計画についてお答えします長崎大学が設置を計画している BSL4 施設につきましては必要性を理解する声がある一方安全性に対する心配や不安等様々なご意見があることは十分承知をしており 私自身も建設の賛否を問うアンケートを実施された周辺自治会の皆さんと7月にお会いし直接お話をお聞きしました長崎市としてはこの施設の必要性は認識しており長崎市が世界に貢献できるという意味でも大きな可能性を秘めている施設であると考えていますが危険性の高い病原体を扱うため施設の設置には安全性の確保と市民の理解が前提でありそのためには国の関与も必要だと考えます 今年6月に大学、県、市の3社で感染症研究拠点整備に関する基本協定を締結しましたがこの協定は施設の設置に合意したものではなく今後3社で連携協力し課題の明確化とその解決にあたることなどを定めたものですこの基本協定に基づき先月26日に設置した感染症研究拠点整備に関する連絡協議会につきましては5名の委員で構成され 安全安心の確保及び住民理解の促進に関することをはじめ、施設の設置場所、国の関与のあり方などを協議事項としています。同日開催された第一回目の協議会では、まず長崎大学の方から BSL 施設設置検計計 BSL フォン施設設置計画の必要性と今後の課題、連絡協議会の今後の進め方、施設の設置場所などについて説明があり、その後意見交換を行いました。 初会合ということで具体的な中身の議論までには至りませんでしたが長崎市の意見として大学が現時点で最適と考えられている坂本キャンパスへの設置についてはその理由を具体的に分かりやすく説明しないと市民の理解を得ることは難しいことや現時点で国の関与が見えない状況にあるため今後、大学と国との協議の際には行政も参加,しさせ参加して確認していきたいことなどを申し入れさせていただいたところです。 このように、現在3社が同じテーブルについて協議をスタートさせたばかりであり、今後3社で協力して、国の関与も含めた正確な情報を収集し、安全面での課題等を明確にしながら、具体的な検討、議論に入っていくこととしております。この連絡協議会におきまして、施設の必要性を認識しつつ、市民の安全安心を守る長崎市の立場からの意見もしっかりと申し上げながら、課題解決にあたってまいりたいと考えています。以上、本段からの答弁といたします。 教育長ご質問の1点目、就学援助についての括弧1、認定基準の引き上げについてお答えいたします。就学援助制度は、義務教育の円滑な実施を図るため、経済的な理由により、就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、就学に必要な援助を行うものでございます。対象者といたしましては、生活保護法に規定する要保護世帯と、 これに準ずる程度に困窮している巡洋保護世帯となっております長崎市における巡洋保護世帯の認定基準は前年度の生活保護基準額の1.2倍と設定しておりますまた申請手続きの前には小中学校の児童生徒の全世帯を対象として制度のお知らせや申請書を配布し本制度の周知を図っており平成26年度は認定率が22% 決算見込み額が5億 4, 万 4, 円となっております認定基準額の引き上げにつきましては、新たな財源を要することもあり、現在のところ困難であると考えております。なお、平成25年8月から平成27年4月まで生活保護基準額が段階的に引き下げられましたが、その際、厚生労働省より生活保護基準の見直しに伴い、他の制度にできる限り、 影響がが及ばなないいようにしししてほとの通知がなされましたこの通知により、長崎市といたしましては、平成27年度の就学援助の基準額につきましては、巡洋保護世帯への影響を鑑み、引き下げ前の平成25年4月1日時点の生活保護基準をもとに設定したところでありますが、今後の認定基準額の考え方につきましては、他都市の状況も踏まえ、整理する必要があるものと考えております。 次に、括弧に、従業保護者への補助対象品目の拡大についてお答えいたします。就学援助制度の援助対象品目のうち、要保護世帯に対するクラブ活動費、PTA 会費、および生徒会費につきましては、平成22年度より新たに国庫補助の対象として適用されたことから、長崎市といたしましても、これらの品目を追加いたしたところでございます。 しかしながら、巡洋保護世帯に対する援助につきましては、平成17年度から三民一体の改革により、地方に財源が移譲され、自治体での単独事業と位置づけられております。長崎市といたしましては、巡洋保護世帯に際するこれらの対象品目につきましては、平成27年度現在、中核市45市のうち6市が追加している状況なども踏まえ、現在のところ、就学援助の対象とはいたしていないところでございます。 次に、括弧3、新入学用品費の前倒し支給についてお答えいたします。長崎市における新入生に係る就学援助の事務といたしましては、新入学用品費を含む就学援助について、毎年度入学以降から申請を受け付けており、児童生徒の世帯の経済状況や生活状況などを確認し、認定の決定を6月に行い、7月から支給を行っております。 なお、当該児童生徒の生活状況につきましては、入学後に児童生徒をここに把握する必要があることから、担任の教師を通して、学校長からの意見を申請書に付すよう規定しているところでございます。しかしながら、新入学用品費の趣旨から、議員ご指摘のとおり、その支給はできるだけ早いことが望ましいものと考えております。長崎市では、認定事務に係る所得審査の際に、 前年の所得金額を適用しているため、所得金額が確定となる6月に認定の決定を行っておりますが、他都市におきましては、5月までの認定については、前々年の所得で行い、支給時期を早めているところもございます。今後の就学援助の事務につきましては、他都市の実施状況や事務の手続きを参考にしながら、認定審査の方法や早期の支給について研究してまいりたいと考えております。以上でございます。 土木部長ご質問の4、休憩者地崩壊対策事業の取り組みについてお答えいたします。休憩者地崩壊対策事業につきましては、平成15年の調査により、事業の対象となった1017所のうち、平成27年度現在、県施工市施工事業を合わせて272箇所に着手しておりますが、 今後もさらに事業の最択基準といたしましては斜面の勾配や高さ被災の恐れのある家屋数など一定の基準が定められておりまた事業家にあたりましては用地の無償提供や工事に実施についての関係者の同意市施工事業においては地元が負担する費用が必要となります申請までの流れといたしましては 関係者からの依頼により県市で現地調査を行い事業の対象となる場合は事業についての地元説明会を行い事業範囲等を決定していただくことになりますその後地,地元の作業負担を軽減するため長崎市により等規簿当本等から工事実施に関わる関係者のリストを作成し地元において関係者から用地の無償提供や調査 調査測量工事等のの同意書を取っていただきその後申請をしていただくことになります申請までにかかる期間といたしましては地権者を含む関係者の数に大きく左右されますが特に土地の所有者の行方がわからない相続の手続きがなされていないなどの理由で土地の寄付に対する同意が取れない場合やこれらに加えて市施工事業においては 地元が負担する費用の同意が取れず時間がかかる場合がございますその際には長崎市において土地所有者の所在や相続者などの調査を行い事業への理解をしていただくための説明やお願いを行っているところでございますまた市施工事業の地元が負担する費用につきましても平成25年度から限度額を設けることで負担が軽くなるような見直しを行っております このような取り組みにより、申請数も増えてきており、これまでの申請件数は年に3件程度でありましたが、平成27年度は7件程度を見込んでおります。今後も地域の皆様と協力しながら、事業の進捗を図っていきたいと考えています。以上でごございます商工部長ご質問の後 若者ののの就労たための家賃補助についいてお答えいたします長崎市では特に若者の県外流出が喫緊の課題となっており長崎県内への就職率では大学生が約4割高校生が約6割となっております地方創生の実現に向けて若者の地元就職及び地元定着のためには良質な雇用の場の確保が重要となるため長崎市では地場産業の活性化創業支援 企業のの推進進つをを柱としてて取り組みを進めています中でも産業界から強く支援の要望があった地場企業の知名度向上対策についてはこれまで学生と地場企業との交流の場として実施をしてきましたジョブコミュニケーションに加え今年度からテレビ番組やインターネットを活用した地場企業知名度アップ支援事業にしっかりと取り組み 若者の地元定着に力を注いでいいででるところでございます住宅や賃補助については特に市外からの UIJ ターンの等の就職の際に支援制度の一つとして考えられますがその有効性や支援の対象者費用対効果財政負担等について課題もあると思われますしたがいましてまずは現在実施している地場企業へのさまざまな支援を継続強化することで若者の地元定着 地元就職の促進を図り一人でも多くの若者に長崎市に留まっていただけるよう努めてまいりたいと思います以上でございます15番中西敦信議員、えー、はいそれぞれご答弁をいただきましたがまずあの市長の方から答弁があったあの公開堂と BSL のことについて、えー、質問をしていきますは、えー まず公会堂についてですけれど、えー、この間の経過というのは、だいぶ複雑にやっていますので、ちょっと省略をしますが、えー、とにかくです、ね、市の責任で公会堂に代わる新しい文化施設を作る、その場所と機能を早く確定して、市民の合意を得てから次に進んでいくと。 その間、暫定的に今の公会堂を使えるようにしてはどうかというのが私の本壇からの質問の趣旨でしたそれで答弁としては、まあ、あの公会堂を老朽化してなかなか開けるのは難しいということとそして建設代替施設についてその建設場所の方針の決定を急ぐと。 いうことがありましたが、えー、もう今の時点で言えばですね、長崎県との協議は安祥に乗り上げているという状況ではないかと思います。ですから今の現庁前の従前の方針ですね、現庁舎の後に文化施設を作るという元の方向性に立ち上げ立ち返ってそのことで。 市民に提案して合意を得ていくそういう努力をするべきではないかというふうに思いますが県との協議の現状の認識とこの点についてお尋ねをしたいと思いますぶ文化観光部長再質問にお答えいたします県庁跡地にかかる県市協議におきまして 新たなな文化施設ののについいいてて方向性が現在ままでででお示しできていない状況でございます長崎といたしましては市民や文化団体の皆様に芸術文化の活動や鑑賞の場を早期に提供するためには新たな文化施設の建設場所を一刻も早くお示しする必要があると認識しておりますがより良い形で県庁舎跡地において整備ができる可能性について ギリギリまで県と協議を進め協議を続けたいと考えておりますしかしながら新市庁舎建設などにも影響することから早期に結論を出していくべき課題でございますのでできるだけ早く新たな分解施設の建設場所についてお示しできるよう努力してまいります以上でございます15番中西敦信議員 えーまあ、あのそうですね、やはりですね、まああの、県って相手のあることですし、それであの現状を見れば、昨年の段階では確かに県の資料を見ても、今年の2月の時点で整備方針を出していくとかありましたけれども、先月、市長と議,議,議会が、 県に働きかけをしていますがそのやり取りを見てもお発揮し言ってですね長崎県はもう長崎市の言うことを信用していないんじゃないかというふうに思います市として、えー、交流拠点施設の整備と県庁舎跡地のホールはかぶらないと言ってもその方針が確定するまでは県庁舎の跡地について結論を出せないと言っているのは県はあのはっきり言っても 市のこことととととを信頼ししていいいいいなうううに私は受け止めますですから、あのまあ、交渉ですから、どうなるか分かりませんけれども、やはり原点に立ち返って、公開道の後に視聴者を作るという方針が変わらないのであれば、ですねそのことについても固まった方針であるというふうには私は思っ,ていません思っていないけれど、市としてそういう方針があるんだったら、やはり現庁者の後に、 市長あの公会堂を建てることでどうかという、そういう合意形成をしていくことが、やはり大事であの今、求められているということではないかと思いますけれども、その県との交渉が今、どういう評価をされているのか、8月に、えー、予防されてますけど、その受け止めとしては、もうあの座礁しているなというふうにしか分からないんですけれども。 率直なところの認識をあのしかるべき時期に判断とか言われてますけれども、県との協議についての今の現時点での評価について、ちょっとあのお尋ねをしたいというふうに思います、はい、市長。 中西議員の再質問にお答えいたします先ほど、あの暗礁に乗り上げている、あるいは折をしているというようなご表,表現がありましたけれども、えー、そういうことではなくて、えー、現在あの、県との協議については、えー 進捗をしてま今後あの何て言うんでしょうかあのより具体的な検討に入っていく段階に入っているというふうに考えています県としてもあのやはりあの県だけではなくて県議会あるいは関係者のさまざまな理解を得ながらこのあの大事な土地の活用については検討進めていく必要があるという中で今進んでいっているというあのところであってまあのそれがいつまでにということがなかなかま交渉事としては言いにくい段階であるということでもあるというふうに思っていますあの先ほどからお話のあったあの市長 土地にという決断をすべきではないかというご意見がございましたけれども、その選択肢も含めてです、ね、この交渉の中で、しかるべき時期に判断するときが来るというふうには考えておりますが、現段階としては、県との協議をしっかりと進めていきたいというふうに考えていますす以上です15番、中西敦信議員、えー。ちょっと改めてですねあの、この間の、この間というか、 ここ4年というか、県庁舎市庁舎の建て替えと公架堂のことについての議論をあの振り返ってみるとですね、市は平成25年1月にその高架道跡に市庁舎新庁舎を建てる方針を出しています。その後市庁舎建設の市民会議での議論や。 パブリックコメントを得て基本計画が昨年二月に発表されています。じゃあ公開堂の方はどうかというとですね、えー、文化施設について話し合わされ話し合われた平成二十四年三月の公開堂と文化施設あり方検討委員会の報告書はどうなっていたどうなってどんなふうにまとめられていた,い,たいたのかというとですね、公開堂については まず、約50年にわたり、長崎市民の芸術文化を支え、育ててきた施設であり、市民に愛されてきた施設だと、その意義を評価しつつも、老朽化した公会堂に代わる新しい文化施設を建設する必要があるとして、規模については、言われているとおり、800席から1200席程度、そして一方で、機能については、委員会では意見の合意に至らなかった。 えけれども質の高い専門ホールという意見が一番多く出されたとそして一番問題になっているこの建設場所については現在のおおで,きればできれば現在地という意見が多く出されたというふうにまとめられていますその他と意見として現在の公海道を解体することによりその機能が一時停止する期間については建設場所などを早期に決めることで できるだ、け短縮して欲していいということが書かれてありますこういう議論の経過を受ければですね、本来なら公会堂跡に視聴者を立てると、そして大きな考え方として、現庁舎跡に新しい文化施設を作る、その方向性が出された2年前の1月の時点から、果たして公会堂について、そういう方針で、 いいのか現庁舎後に文化施設を整備をしていくのかちゃんと議論を重ねてその過程として過程を通して市の示した方向性で合意が得られるのか得られないのか市民の討論を深め合意をつくっていく努力を尽くすべきではなかったのかというふうに思っていますこの間の経過ですね 昨年の3月に県庁舎跡地活用、細かいからホール機能が出たから、そこに、県庁舎跡に作ると言ってたのを、県に相談をするというような流れにはなっていますけれども、そもそもその市民の合意を作るという点で、長崎市の取り組みが果たして十分だったのかどうかですね、この点について、答弁を求めます。 総務局長、えー、再質問にお答えいたしますあの議員の方から、まあ、これまでの経過、えー、視聴者、それから公開道の経過を今あの、お話になられました、えー、経過につきましては、まあ、議員おっしゃるとおりでございます。えーまあ、あの冒頭、冒頭といいますか、えー、当初、私どもは、まあ、議員おっしゃいますように、視聴者の跡地に、えー、公開道をという念頭にです、ね、まあ、話を進めてきたわけですが、 県の紅葉、えー、会の中で、やはり、えー、ホール的機能を持つということで,です、ねえー、この、えー、近隣に同じような機能を持つ施設ができることは必ずしも効率的ではないというような判断をいたしましたし、えー、またあの、そういった市が考えているホール機能が県庁は土地で、えー、県が考えているホールと包含ができるということであればです、ね、それはそれでさ、えー、まざ、あ、まな考え方がありますが、私どもは、 それを良しと判断いたしまして、検討のお話し合いをさせていただいている状況がございます。まあ、えっと今の流れはですね、そういったことで検討のそういった協議をですね、ギリギリまで続けていきたいというのが私どもの考えでございます。以上でございます。15番中西敦信議員、あのまあ経過を言われましたけれども、そのやはり公架堂という市民がえ使い慣れ親しんできた施設を 壊すとそしてそこに建て新しいものを作ってもいいけれどもそこに建ててほしいという意見が一番多く出されたということに対しての市としての,その合意を作っていく努力がどうだったのかということをまあお尋ねをしたわけですけれどもその今局長が言われた、えー、その県庁舎跡地の活用の中で3つの大きな柱の1つにホール機能が出されたという,ふう,ないうことですけれども やはり長崎市が、公海道の代替施設を、県庁舎跡地の,そのホール機能にというのは、ちょっと無理がある話ではないかというふうに思います、この県庁舎跡地活用検討懇和会の提言では、あくまで公海道代替施設との住み分けが必要だと、任務分担が必要だと。 役割をちゃんと重ならないようなホールを作らないといけないということが言われているわけで、長崎市がその県庁の後とにこうにぎわいを作るという点でホール機能があればいいんじゃないかとか、整合性が取れているとか、それは市の一方的な判断で持っていってるんじゃないですか、市長はえ議会から県庁の後に市役所という質問に対しては、 もともとの,元の,元の,検討の県議会の県の検討の過程であそこに行政機能が長く続くのは良くないと言われているというそういうのは大事にしながらこの検討懇話会で役割分担が大事だと指摘をされているその公会堂の、まあ、変わる文化施設ですねそれについては尊重しないというのはあのご,ご都合主義というか。 市長としてあまりにもひどい話じゃないかなというふうに思います。在り方検討懇和会で出された施設として希望としては、いろんな専門ホールがいると、長崎には。だから、県庁舎の後にそういうホール機能を作ってもらうし、現市庁舎の後にもきちんとした役割の重ならない専門ホールを整備をしていくということで、 市としてはね、頑張っていくというのが、一つ、まあ、それで合意が得られるのかどうかあ,のありますけれども、それはスムーズにいくんじゃないかなというふうに思いますが、その県庁舎の、まあ、協議がされてますけれど、そういうことで、あくまで市の責任で公会堂に代わる新しい文化施設、演劇にも音楽にも対応できる、そういう専門ホール、 まあ県庁の跡地でも上質な専門ホールと言われていますけれども、規模の面で重ならない専門ホールを作ってほしい、市民みんなが使いやすい施設を作ってほしい、公会堂とね遜色のない施設をというのが願いだというふうに思いますので、県との協議の中でどういう結論になるか分かりませんけれども、市としてきちんと文化ホールを作っていくと、そういう 姿勢をですね、改めて示していただきたいと思いますが、ご答弁をお願いします。市長、中西議員の再質問にお答えいたします。県とまああの市の えー、国家道等の機能の在り方の委員会の中でも、まあ、現在地の要望がございました、また一方で、あのそこが無理な場合も、まあ、町中にできるだけ近いところがいいといったような、えー、方向性もありました、まあ、そういう中で、あるいは市役所の在り方も等も含めて、ち、えー、づくり、総合的に考えていくという姿勢の中で、えー、検討を進めてまいりました。ま、た一方方でで県の方もあの県の,方の細かいのの中でも 一定の3つの機能の方向性が示された中で今、動いている他の市の動きですとかもそういったものも含めてよく調整をする必要があるといったようなことも示されましたそういった中で県の方に一緒にホール機能の分重なっている部分もあるということで県 とあるいは交渉をしながら一緒に検討していく余地があるかということを確認する中で一緒に検討しましょうということで検討が進んできたという経緯があります。そういう中であの今あのこの段階に至っているということであって、先ほど申し上げたようにこれからあのさらに具体的な検討に入る時期にあの入っていくというふうに思います。そういう中で将来にわたって県庁跡地の使い方あるいは市役所から高架ドアとのエリアにかけての使い方そういったものがまちづくりとして人の流れをしっかりとあの作りながら だから、それぞれの機能を発揮していくという形のまちづくりが、あの、になるように。しっかりと、あの、交渉も含めて、これまでの、あの、経過も含めてですね。あの、方向性に沿って、進めていきたいというふうに思っています。以上です。15番、中西敦信議員。えー、はいと、ともかく、えー、まあ、市民の合意、合意というのが欠かせないというふうに思います。えー、まあ、公会堂を解体するという議案は。 上がってませんけれども少なくともこの新しい文化施設の場所や機能が確定をして市民の合意を言ってあ,あるということがはっきりするまでは公会堂を解体をするわけにはいかないとそういう議案については私は認めることはできないというふうに申し上げておきます。 市の責任でそういう専門ホールを整備をするとそのプロセスについても市民にしこりを残さない形で進めていってほしいということを要望をして次の質問に移っていきたいと思います次にあの BSL4 のことでお尋ねをしますこの間文科省の来年度政府予算の概算要求が明らかにされましたがこの要求の中に BSL4 計画に関わっててののものが含まれていまれいす昨日の新聞報道でも、安全性の確保に関わっての予算だということが書かれていますが、市として文科省に対して、この予算要求の中身を確認したのか、お尋ねをします企画財政部長、再質問にお答えいたします。 文部科学省の平成28年度予算の概算要求につきましては、市としても同省の担当者の方に確認をさせていただきました。文部科学省といたしましても、現在、地元の合意は得られておらず、長崎大学県市の3社で基本協定を締結し、課題解決などに取り組んでいる段階ということは認識をされており、今回、概算要求に盛り込まれた予算は、施設設置を前提とした予算ではなく、 安全性の確保を具体的に検討していくための予算であるということを確認いたしました以上でございます十五番中西敦信議員まああのそういう安全性確保を策のための予算要求ということですけれどもいずれにしても国は BSL4 を設置をするという立場ですから長崎市がきちんと住民の声を代弁をしていかないと どんどん先に進んでいってしまうんじゃないかという心配がありますいろいろなさまざまな規制事実を積み重ねてマスメディアの報道などですね地域の不安の声を上げさせ上げることができなくさせて設置に向けて突き進んでいくということは絶対に許されないというふうに思いますその点地域住民の合意についてですね 昨年3月日本学術会議より BSL4 施設の必要性についてという提言が出されましたこの中で施設建設の要件の一つとして地域住民の合意ということが明記されています BSL4 施設の建設と運営には地元自治体及び近接地域住民との信頼関係の確立が不可欠だと指摘しています長崎市として この学術会議が言う地域の合意これをどういうふうに捉えておられるのかお尋ねをします企画財政部長最初にお答えいたします施設の設置にあたりまして地域住民の理解が大変重要であることは議員ご指摘の日本学術会議の提言をはじめ大学が設置をいたしました有識者会議の報告書におきましても同種種の指摘がなされており ととししてても十分認識をいいるところでございます長崎市といたしましては、この施設の必要性、それから世界貢献の可能性は認識をしておりますが、その設置には安全性の確保と市民の理解が前提であり、そのためには国の関与も必要だというふうに考えております。今後の連絡協議会におきまして、これらの課題についても具体的な検討を進め、 その解決に当たっていきたいというふうに考えております。以上でございます。十五番中西敦信議員、まああの課題の解決をということを言われますが、えー、地域住民が挙げている声というのは、こまあ研究の是非ではなく、坂本キャンパスに作らないでほしいということです。すでに十五の自治会が反対しているこのことだけ見ても。 地域の合意は到底得られていないというふうに思います。長崎市がその協定の中に入って、坂本キャンパスに対してこう作っていくということの理解を促進するという立場で、反対の市民をある意味、説得をしていくという、そういう立場なのかどうか、確認をさせてください。企画財政部長 最初にお答えいたしますこの BSL 法の検討を進めるにあたりましては、設置場所が、ね、非常に重要というふうに考えておりますで。最も市民の関心が高いテーマでもあるというふうに考えております。そういった中で、この設置場所につきましては、大学が設置をいたしました有識者会議、これにおきましては、長崎大学の基本的な考え方に異論は示されなかったと。ただし、坂本キャンパスに BSL 法施設を設置する理由、それからその必要性、 また安全性とその対策、さらには地域への情報の公開といった、そういったことは、地域住民に丁寧に理解しやすいように説明する努力を継続することが望まれるということが、あの有識者会議の中でも指摘をされております。で全く同様のことをです、ね、第1回目の大学、研視、三社による連絡協議会が8月26日に開催をされましたが、私のほうからも、この施設の設置場所につきましてはです、ね、設置の構築につきましては、 この有識者会議の中で一定、考え方は述べられておりますが、それがあの、まあ、一般の方にです、ね、分かりやすいような、そういった説明になっていないんじゃないかと、もう少し丁寧な説明がいるんじゃないかと、そういった指摘もさせていただいたところでございます。そういったことをです、ね、一つ一つ、長崎市としても確認しながら、地域の皆様にもです、ね、十分説明をしていきながらです、ね、この計画については、3者で連携しながら、課題解決に取り組んでいきたいというふうに考えております以上でございます。 15番、中西信理解を得る説明とい言いますけれども、地域、まあえー、自治会、市民が反対をしているのは、その自分たちの地域を守りたい、えー、安全安心な未来を守りたい、そういうことで、ある意味、BSL の施設への理解が進んでいく中で、反対をしているというふうに思います。 ですから、長崎市としては住民の安全安心を守るこの立場を貫いて坂本キャンパスにはそういう声があるという立場での対応を強く求めて次の質問に移っていきたいと思います。えー、次ににに、ね、学援助つついいててお尋ねをします、えー、ま認定基準額について 元に戻すのは困難であるという答弁で、ただ、この間、同僚議員からの昨年の質問もあっていたように、基準額生活保護基準の基準額については、生活保護の引き下げ前の水準のものを使っているという答弁がありました、その点については評価をしたいというふうには思います。ただ この答弁の中にもあった三密対改革の中で就学援助、順要保護世帯に対するところが国交出勤金から地方交付税、一般財源化されたというくだりがありましたが実際にその前後ですね、一般財源化された後と国交出続金として就学援助が実施されていたときと、 そのときの国の,、まあ、あの負担というか、国庫支出金の就学援助に対する割合、この間、一般化、一般財源化されてからの地方交付税で阻止されていて、入ってきている割合ですね、就学援助に対する割合、それはどうなっているのか、お示しいいただければと思います。教育長。 再質問にお答えいたします就学援助制度におきまして、単独事業となる前の国庫補助金は、補助率二分の一以内とされておりましたけれども、年々補助率が下がっていたために、平成16年度の支出額に対する補助金の割合は約18%となっておりました。一方で、単独事業後の平成26年で見ますと、 地方交付税を国の算定方法に基づ,く基づいて試算しますと、就学援助の決算見込み額に対しましては、地方交付税の割合は約41%となります。しかしながら、地方交付税につきましては、基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いて交付されているものであることから、この41%が満額交付されている制度とはなっていない状況でもございます。以上でございます。15番、中西信 一般財源化をされる中で、国会の答弁で,あってでもです、ねえー、国の国庫補助でされていた水準は一般化財源、あの地方に移行されても、その事業が縮小することはないというような大臣の答弁もあっていたわけですが、実際には、えー、長崎市においては、えー、水準が引き下げられ、 結果、国が保証をすると言っていた財源措置についても、2分の1からは減ってきているという状況ではないかと思います。やはり、国の責任で、この準要保護世帯にかかる就学援助についても、国庫補助に戻していくという、そういう形で、就学援助制度の充実を図っていくことが、 求められているというふうに指摘をしておきます次に対象品目の拡大ですが、えー、県内でもこうクラブ活動費や PTA 会費生徒会費を巡用保護者にも支給をしている自治体があ,あるんじゃないかというふうに思いますやはりこの,この間長崎市が子どもの医療費を 小学校卒業まで無料にするということを決めてから佐世保や諫早市でも長崎市が拡大をするんだったらということでやってみようかという話になりつつあるそうですやっぱり長崎市が実施をすれば他の自治体にも広がっていくというふうに思います是非ですね文科省が対象にしている補助品目ですから ぜひ検討をしていただきたいと思いますが、再度答弁を求めます。教育長。再質問にお答えいたします。クラブ活動費 P. T. A. 会費、生徒会費について。養護者の国庫補助の単価を用いて。二十六年度の認定者数をもとに、必要額を試算いたしますと。最大で約一億一千万の費用が新たに必要となる。 なると試算しております、えー、先ほど申し上げました通り地方交付税の算定におきましては補助対象の品目を追加したとしてもそ増額分が措置されるようなそういうスキームにはなっておない,いないことから慎重に対応すべきものと考えているところでございます以上でございます15番中西敦信議員まああの難しいという答弁でしたけれども,もやはり、えー そういう就学困難な世帯の援助ということで、ぜひ拡大をです、ね、頑張って予算を確保して、していってほしいという要望をしておきます。最後に、前倒しの入学支度金の準備金の前倒しの支給について、お尋ねをいたします。壇上上から申ししげましたように 新小学1年生や中学1年生の場合、実際保護、保護者が償還払いのような形で、一旦3月に制服代とか、もろもろ費用負担をして、その後、対象世帯となれば、支度金を受け取るということになっています。自分たちで工、えー、面できれば問題はないかもしれませんが、大変な世帯もあると思います。<laughs> そういった時の相談が市の社会福祉協議会にも寄せられているのではないかと思いますが就学援助世帯からの新入学準備にあたっての貸付相談の状況はどうなっているのかお示しください福祉部長再質問にお答えいたします長崎市社会福祉協議会の福祉資金貸付金は一時的に生活が困難となり 必要な資金の融資を他から受けられることが困難であると認められる場合には、市社協が貸付を行うもので、貸付限度額は1世帯5万円以内、生活保護世帯が3万円以内となっております。中学入学時の必要な費用が必要な場合は、この貸付金を申請することができ、実際に相談もあっております。その貸付実績は、平成24年度は相談件数2件に対し、 貸付件数一件。平成二十五年度は貸付件相談件数二件に対し、貸付件数二件。平成二十六年度は相談が一件ございましたが、貸付はございませんでした。今年度は相談件数二件に対し、貸付件数一件となっております。以上でございます。十五番中西敦信議員。まあ実、実際にですね。えー、そういう。えー、遅れた遅い支給になっているために、えー。保護者の皆さんが。あ。 そういう相談窓口に見えているという状況があると思います。答弁では他都市では5月に前倒しを式で式をしている自治体もあるということでしたが、実はあの3月に支給をしている自治体もあります。今年度で言えばですね、福岡市では。 この,この4月の新入生に対しては、12月の補正予算で組んで、3月に支給をするということがされています。他にも石川県の複数の自治体とかされていますし、その5月に支給をするということもいいんですけど、やっぱり制度の趣旨に沿えば、入学支度をするその2月、3月の時期に、就学援助対象の世帯には品目が支給をされて、それも一部、 まああの実際、中学入学のときは6万から7万かかるわけで、入学支度金は2万円少しの補助ですから、その一部にしかはならないんですけれども、それでも3月に支給されれば助かるというふうに思いますので、ぜひ研究の中ではですね、そういう進んだ自治体の事例にも学んで、補正予算で 対処をして対しあの対応をしていくということも含めて検討をしていただきたいと思いますが、検討懇会を求めます。教育長、再質問にお答えいたします。新入学用品費の 趣旨を考えますとやはり早期の支給が望ましいものと考えておりますぜひあの認定の審査の方法早期の支給につきましては学校現場の事務とも関わりますので十分相談をしながら研究を進めてまいりたいと思います以上でございます15番中西敦信議員、まあ、他の自治体ではそういういろんなあの予算の考え方とか、えー、事務の問題とかこう整理をしていや実行しているわけですから長崎市においても しっかり学んで,です、ね、保護者の経済的負担を減らすという立場に立って取り組んでいただきたいと要望をしておきます、えー、時間がなくなったんですけれども、最後に、えー、休憩者地崩壊対策事業の問題で、えー、部長の答弁がありました。それで 申請者、住民や自治会からあの担当窓口に相談があって、実際、申請までにはいかな行っていないと、その地域の地権者の合意などですね、そういう件数は現場ではどれぐらい抱えているのか、必要によってはやはり体制をより強化をして、スムーズな申請に至るということが求められていると思いますので、その点について要望をして、 おきたいと思います、えー、最後えー、っと私も四年と半ぶりに一般質問を行うことができました、えー、日本共産党の議席として、えー、市民の利益を守り何よりもマイス施設よりも暮らしや福祉の充実 <laughs>、えー、BSL4 施設を住宅密集地には作らせないその公約、えー、貫いて 頑張っていくその決意を申し上げて質問を終わります休憩いたします午後は1時から再開いたしますお疲れさんでした